皆さんこんにちは。新日本プロレスでトラハンターの異名を取った名レスラーの小林邦明さんが9日に死去していたことが分かりました。68歳でした。小林邦明さんは1972年に新日本プロレスに入門すると、翌年2月にデビューし、1980年からメキシコに武者修行に向かい、1982年に帰国すると、初代タイガーマスクとの抗争で一躍ブレイクしました。絶大な人気を誇った初代トラのライバル小林邦明さんはトラハンターと呼ばれ、マスクを剥ぐ無法ファイトは当時のファンを熱狂させました。1984年には新日本を一時離脱し、全日本プロレスでも2代目タイガーマスクを相手にまたもやトラハンターとして抗争を展開。1986年11月には世界ジュニアヘビー級王座を獲得しました。1987年4月に新日本に戻ると、8月に IWGP ジュニアヘビー級王座を奪取し、1989年4月には重心サンダーライガーのデビュー戦の相手を務め、ヘビー級転向後は平成維新軍で活躍。ラストマッチは2000年4月21日のライガーとの一騎打ちで2度目のトライで決まったフィッシャーマンズスープレックスホールドはカウント2で返され、最後はライガーが垂直落下式ブレーンバスターで勝利。27年間の現役生活に終止符を打って小林邦明さんは引退しました。引退式では初代タイガーマスクの佐山悟さんが駆けつけ、花束を贈呈する名場面も。長女と次女も父の引退に泣きじゃくるなど、二人の娘に最後の勇姿も捧げていました。そして引退後は新日本道場の管理人として後進の育成にも励みましたが、実は現役中の1992年に大腸がんを患いながら手術を経て復帰していた小林邦明さん、1999年には肝臓に転移していたことも明かしていました。現役時代の後半は肝臓がんの手術痕を隠すためにタンクトップを着て試合をしていましたが、これが引退を決意するきっかけとなっていたそうです。その後も肺がんの手術を2度受けたことを公表していました。さて、プロレス界において最も非日常的な場面の一つと言われるものにマスク剥ぎというものがありますが、この言葉を聞いて誰もが思い浮かべるのが小林邦明さんです。多くのマット上において時に感情的、時に巧みにマスク剥ぎを見せており、戦術したようなトラハンターと呼ばれていたタイガーマスク2代目タイガー戦以外にも、日本マットで戦った著名なマスクマンのほぼ全員に仕掛けているのです。ザ・コブラ、ブラックタイガー、マジックドラゴンに加え、世界的スターであるミル・マスカラスのマスクにも手をかけたのはもはや伝説とも言えるほど。そんな小林邦明さんの名が世間に知られたのは、やはりご紹介してきたように圧倒的な人気を誇った初代タイガーとの抗争でした。トラハンターの誕生についても詳しく見ていきましょう。小林邦明さんがメキシコ遠征から帰国したばかりだった1982年10月22日のこと、広島で試合前のタイガーを襲ったことから遺恨が勃発し、決定済みだった10月26日大阪府立体育会館での WWF ジュニアヘビー級選手権での試合が大きな注目を集めました。小林邦明さんはラフ殺法で攻め立てた上、最後はマスクを破り反則負けとなっていますが、テレビで高視聴率を記録した試合での暴れっぷりはかなりインパクトが大きく、これによってトラハンターが誕生しています。マスク剥ぎは場内を盛り上げるために用いられますが、観客はヒートアップし、善悪が明確になることで感情移入しやすくなり、その試合だけでなく当日の興行が最後まで熱を帯びたものになります。当時の初代タイガーは国民的ヒーローであったことで、そのマスクに手をかけるということは衝撃的でした。会場では小林邦明さんに物が投げられ、カミソリ入りの手紙が何通も送りつけられたといいます。プロレスラーだったとしたら、本来強いチャンピオン、ヒーローになることが夢のはず。しかし小林邦明さんは現実を見据えてプロレス業界で生き延びていく道を見つけ出しており、団体が売り出そうとしたマスクマンに対しては漏れなくマスク剥ぎを敢行しています。そのきっかけとなった初代タイガーとはまさにライバルとも言えるでしょう。ですが、大きな話題となったマスク剥ぎについて小林邦明さん自身も振り返っていたことがあります。それは2023年10月30日に東京都新宿フェイスにて行われた初代タイガーマスクストロングスタイルプロレススペシャル The One and Only 佐山タイガーでのこと。こちらでは小林邦明さんと初代タイガーの付き人を務めた山崎和夫さんが初代タイガーマスクを語り尽くすという内容のトークショーを行っていました。こちらのトークショーでは数々のプロレス著書を手掛ける流れ智美さんが
司会進行を担当しており、オールドファンにはたまらない3人がリング上で軽快なトークを展開。ご紹介した初代タイガーのマスクハギについて、付き人だった山崎さんはこう振り返ります。何をするのかなと思ったらマスクを破いて、僕はマスクをまさか破られると思ってないんで、予備を持ってないです。普段からマスクの予備は持ち歩かないため、マスクを取りに急いで控室に戻る間は汗をかいた T シャツを代用したそうです。多くの子供のヒーローだった初代タイガーの象徴でもある大事なマスクを剥いでちぎるというのは、まさに蛮行とも言えそうなものですが、ここに関しては小林邦明さんにも譲れない考えがあったようです。というのも、実は初代タイガーの佐山悟さんと小林邦明さんは同じ時期にメキシコ遠征に行っており、盟友とも呼べる間柄だったそうです。ですが、そんな相手に一発勝負をかけようという心意気だったといいます。小林邦明さんはこう語ります。あの頃の自分自身は必死だったからね。これはチャンスをつかまないともうダメだなと。だから大阪で覆面を手にかけて破こうと必死だったんです。どの世界にも言えることですが、全てのレスラーにチャンスが平等に来るわけではありません。その中でチャンスをつかむために必死に考えたのが初代タイガーのマスクハギだったということです。誰もが思いもしなかった行動には多くの批判もありながら、タイガーマスクの因縁の相手としての印象を残し、プロレス界で上り詰めることになりました。トークショーは大盛り上がりのうちに終わり、その後に初代タイガーに花束を贈呈した2人。リングを降りてから小林邦明さんとの対面について問われた初代タイガーは、ものすごい思い入れが深いですね、走馬灯のように思い出しますとしみじみ語っていました。またこの時のトークショーの最後には、まあこれからもプロレス界をバックアップして頑張っていくので皆さんもお願いいたしますと締めていた小林邦明さんですが、1年足らずでの訃報が伝えられることとなりました。訃報に際して元プロレスラーの武藤圭司さんは自身の X で、新日本プロレスに所属していた時の先輩小林邦明さんが亡くなられた、ご冥福をお祈りいたします、最近訃報が相次いでいますが俺はもう少し頑張って生きていこうと思いますと追悼。また世界最大団体 WWE で活躍する中村慎介さんも X を更新し、当時道場の管理人になられた小林さんには、自分を含め同期全員が道場でのいろはちゃんこの作り方、時に稽古もたくさんのことを教えていただきました、ご冥福をお祈りいたします、合唱と小林邦明さんを追悼していました。いかがでしたか。今回はトラハンターの異名を取った元レスラーの小林邦明さんについてご紹介してきました。その伝説はこれからも多くの人に語り継がれていくことでしょう。小林邦明さんのご冥福を心よりお祈りします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。